あのさ、とっくに気づいてるかもだけど、ちゃんと言っとこうと思って。あたし、あなたのことめちゃくちゃ好き。お嫁に行く覚悟はできてるんで。強くあらねばと自らに言い聞かせてきた。だがあなたの前では。私はあなたが好きだ。どうかこれからも一緒にいてくれないか。そのあなたにどうしても伝えたいことがあって。あなたのこと前からずっと好きでした。返事を聞かせてほしいな。はい、どうも皆さん、ヒロードです。この動画はこの素晴らしい世界に祝福をのアクア、メグミン、ダクネスの作り方を紹介します。去年主人公カズマを含めた4人を作ってくださいと要望があった時はですね、一度断っています。というのも作れる気がしなかったからですね。じゃあなぜね今作ったのかというと、最近まじまじとキャラクターを見てたら作れるんじゃないかと思ったからですね。最近ようやく作れると思ったからですね。ただ一回ね、めぐみんの帽子がなくてですね、ないというか、帽子を追加すると前髪がなくなるせいで、まあ一度挫折しまして、ちょっと画像あさってたら帽子なしバージョン発見しましたので、あ、いけるなと。それからまあめぐみん作ってダクネス作ってという感じですね。メグミンはね可愛く作れたなと思うんですが、それ以上にうまくなんか作れたのがダクネスかなと。結構いい顔してると思います。頭装飾の色はこの髪の色を暗くするだけです。頭装飾はね、まあ、あのピョロンとしたのが作れなかったんで、これでごまかしてます。アイラインはまつげの色を使用しています。アイシャドウは肌の色をペーストします。チークは3人ともこの色を使用しています。数値なども一緒です。身長は主人公と同じなので165センチぐらいです。防具の青は上着の色とは違う青の色を使用しています。アクションと称号はお好きにしてください。メグミンとダックネスの作り方はアクアから改造すると、まあ、多少楽かなと思います。いじらない部分が結構あるんでね。衣服や毛の色はすべてこの右端の赤のラインを使用しているので作りやすい方だと思います。
花は確かに鼻の高さだけ変えています。耳はね、確かいじってないと思います。同じようにアイラインはまつげの色をペーストし、アイシャドウは肌の色をペーストします。チークはいじりません。ただめぐみんだけ作るっていう方がいるかもしれないので、一応こんな感じでのせておきます。身長は150ぐらいですね。この上着の赤はプリセットの赤からピンクの方にね、ちょっと1マスだけいくとこの色になります。聴覚が合っているかと思います。ダクネスもアクアから改造した方が楽だと思います。鼻の高さだけ上げていると思います。もしかしたら耳いじってないかもしれません。髪についてるバッテンを再現するのに頭装飾のタイプ2を採用してもいいと思います。その際はアクセサリーの色をペーストしてください。アイラインはつげの色、アイシャドウは肌の色をペーストします。チークはアクアやめぐみんと同じです。身長は170ぐらいです。防具はちょっとずつ色の違うオレンジを使用しています。足防具は胸防具の色を使用していますが、何色でも構いません。なんかベルトみたいな部分だけなんでね。両手剣ということで加工刀を採用しています。はい、では以上です。カズマが欲しい場合はコメントください。ご視聴ありがとうございました。